皆さんこんにちは。絵画コト買い取りプロでございます。こちら、えー、と平松礼二先生の作品ですね、えー。平松礼二先生と言いますと、えー、まあ、鎌倉でお住まいでして現在でも大活躍されておられますけども、やはりこういったそのまあ、いわゆるモネの水蓮ですとか、あのー、まあ、印象派、まあ、特にあの先生の場合にはモネに対するオマージュが非常にまああ,ありましてですね、えー、ご自身の作品の中でも、えー、そういった。 モネに関するものを取り入れたものもたくさん残していらっしゃ,い,らっしゃいますけれども、まあ、一方で、えー、こういった、えー、とこうちょっとリンパ帳ですね、あのーまあ、これもそうですね赤富士をお、まあ、季節日本の四季に合わせてですね少しリンパ帳を加えた、えー、軽やかなリズミリリアクなリズミカルな、まあ、特徴で描いていらっしゃるのがあ先生の特質ですけれども、まあ、こういった線面に描かれているものもお やっぱりどことなく日本の伝統文化を踏襲した今の表現方法ということで、えー、書かれておられますまあ、これもそうですね、はい、私どもあのシューカードでもですねあのー、よくお取り扱いさせていただいてでお客様からもご指示をいただきましてですねおかげさまで、えー、すぐに えー、販売に結びつく機会が多くございます、えー、平松礼二先生の作品、えー、ございましたらですね是非私ども週刊度絵画コート買い取りプロへお問い合わせください、えー、お買い取りさせてください、えー、高価で買い取りしまして私どものお客様コレクターへ直接納めることもできますので、えー、いろいろと何なりとご相談ください。 私も平松先生のアトリエをお伺いしたこともございます。鎌倉の非常に立派な場所にございましたけれども、平松礼先生の思い、私も強いファンでございます。こちらのフリーダイヤルまでお電話ください。きっちりとお答えして、評価額、ご連絡させていただきます。ぜひお問い合わせお待ちしております。